スプリングウッドバラム幼稚園2にて新サバイバービットリオトスカードでやっていきます。ハンラのおじさん登場です。どうも。めちゃくちゃイン書いてるけどね。耳なし方一みたいになってる。この人耳には書いてないからな。これマジで耳なし方一になるぞ。というわけでハンラのおじさんが来ました。ハンラのスキンってデビキンの唯一無二のものかと思ってたけれども、なんとこの新サバイバーのイケオジに実装されましたね。なんかこの人古代の研究したりとかね、古代秘密結社の哲学とか学んでたらしい。で古代遺跡をなんか調査に行こうとかそんなんもしとったらしいから、まあそのなんやろね、名残というか、なんか古代の文字とか文様とかを体に書き記してんのかな。んでその古代遺跡を調査する時の傭兵にね、あの樽報酬小鉢ナイトを雇ったらしい。だから今回もね、サバイバーとキラーは結構密接な関係にあるんですよね。昔ってあんまり関係ないように作ってるみたいな話もあったんですけどね。さあそして新パークの霧の作法でキラーの位置が丸見えくん、心音がこっちに来ないからこれは直せそうかな。モンデス来るか。ない、ここ一番進んでんじゃないんかな。どうやろな。まあここはとりあえず回し切っちゃうね。そっさ、もう一回ぐらい好きてこんかな。キラーの様子が見たい。いいぞ。ああ見えるね。2階でチェイスしてるね。板割ってるね。2階の板が割れたね。便利やなこれ、ほんま霧の作法ね。あ強い。こんだけ離れてるからまあ救助はいけんじゃないんかな。ナイス救助。よし。で今日はね、あの投資家手札公開で発電機の位置をしっかりと見ていくっていうのを普通に強いんでやってみてねみたいなメッセージ前からいただいてたんで、それでしっかりと発電機が固まらないように管理しつつ、固まりかけたらさらに新パーク1エネルギーで固まりかけた発電機を無理やりつけたりできたらいいなと、そんな感じの発電機ガチ勢な構成になっております。過剰な熱意とかもね入れたかったんやけどね、まあ、とりあえず手札公開と投資家このセット使いたかったから今日はこれできましたね。なあ手札公開までつけなくても手札公開部分を有能にしたりとか過剰熱にしたりとか。さてちょっと1エネルギー貯めてみるわ。ここでやってるよな。どうすかな。ちょっと1エネルギーある程度溜まったらまた真ん中に戻るか。こっちの方が直したいんですよね。あ、いいね。直してる直してる。よっしゃ、ここに1エネルギーも打ち込んで、さあ、一気に直そうぜ、ここは。あー、戻ってきたー。ここ直しきりたい。無理か。あー。俺がタゲ取ってる間に流したりできひんかな。回してないか。囲って落としてないもん。いやーあそこ蹴られるな。ちょっと回せないよな。救助入れないと。これは若干キャンプ気味になるんじゃないか。あそこの発電機結構回ってるしさね。はい、ここで1エネルギー貯めてあそこにぶち込みたいんですよ。いやー、イラプションかな、海イラプかな。そうね、この辺の発電機管理してんもんな。1ね、うわっ、弾あげない、弾あげない、やばい、まずい、倒さないよ。よし、うわっ、マージ。あ、でもこれ衛兵のダメージ食らった方がいいぞ。衛兵はワンパンじゃないよね。あ、てか追ってこないよ。あ、そう。でもとりあえず連れてくわ。ドアあげない、ドアあげない、ドアあげない。おお、よし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 、終わった。でこれ逃げ切ったら忘却になるアドオンとかあるから、それもちょっと怖いけど、そういうのはなさそうや。ちょっとドラゴン状態やから怖いけど戻りますね。うわ、めっちゃ下がったな。これなんかイタチかなんかあったか。下がりすぎだね。ちょ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 、
いやー、そこの発電機ちょっと無理やな。こっちやるか。だいぶ後退しちゃったな。残念。あそこ回したいけど、まあここ普通に回すか。1エネルギー貯めてると効率悪なるだからね。だからまあこれは普通に回すわ。ここもつけたいとこやしね、普通に。結構噛み合わないな、回してる位置が。待ちますか。誰か回しに来てるかーい。そこ回す。オッケー、ナイスナイス。発電からの悶絶はなさそうやな。半地下の方行きます。でもこれ戻っていきそう。そうやんな。さてなっちょっと待って、ドラゴンナイトの間は怖いので、この一番安全な発電機を回しながら1エネルギー貯めるわ。それがいいんじゃないか。ドラゲナイトの間はちょっとど真ん中の発電機回すの怖いからさ。ドラゴンナイトの間は1エネルギーを貯める時間、ここでね。まあキラーの位置遠いから別にあそこ回せたな。まあまあ、あそっか、これでトークン減るんか。マジでスキッチミスらんようにせんとな。ただグレイド出すとさ、霧の作法が発動するからさ、止めたくなっちゃうんよ。貯めますね、1エネルギー。あ、ナイス、あ、ナイス。もう普通に2人で回してくれてる。神、それが結局一番よな。やっぱ使いどころちょっと難しいな、これ。 OK、 溜まりました。俺もそこ行くわ。結構無駄なことしてる今のところ俺。ナイス、普通につけ切ってくれたわ。普通に回すのが一番ってことね。いやーでもこの1エネルギー20、どっかでうまいこと使っていくぞ。これ殴られたらね、トークンなくなるからな。慎重に。うー、やめてくれい。はい、どうする。ちょっとみんなそっち行ってて、これ抜くか、抜けるか。抜ける、ナイス。でそこ回すか。でね、今ぶち込んでも微妙よな、1エネルギー。治るか治らへんかっていうところでぶち込みたいので、まだまだぶち込みたいけ。治りきらんかったら結局交代させられるからな。海ラップっぽいしね。いやーこっち来るよな。そうやんな。でここ蹴りに来るっしょ。離れるしかないな。切ってんな。ちょっとあそこちょこちょこ触りに行くしか。どう？チェックか。ん？そこ開けて。エロディとうまく、あー、いやーこっち来てんな。エロディいけるか。ここでちょっと直してタゲ取りつつのみたいな。来てる、おいで。まあ来ねえな。あーそこ直してるか。あーごめん。じゃあちょっと救助いけんかも。これは申し訳ねえ。回すべ。おい、あー、んでさらにここでジルがラストチェイスに入るんか。じゃあこのジルのラストチェイスの間に回したいな。回るかな。2人になっちゃったらもうほぼ無理になるからな。ここのチェイスが鍵になってくるはず。これイラップ持ってんか。イラップ持ってたらきついぞ。頑張ってくれジル。お、来た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 。ナイスナイスナイスすぎる。あ、イラップはなかった。海はあるっぽいよな。イラップあったら終わってたな。で、どう？おいー。
おお、この感じ、1エネルギーなかったら発電間に合ってなかったんじゃないか。おお、最後に生きてくれたわ、1エネルギー。まあギリギリ間に合ったかもしれんけど、もう背中の近くまでナイトが来てたからもっとやばい状況になってたろう。とりあえず俺これでゲート開けれるもんな。ゲート開けて、あわよくば2人で出たいが、うん、どうだどうだろう、どうですか。なんか担ぎ直してたな、なんやろな。とりあえず飽きちゃうわ、もうこれはね、寸止めとかは二人の状況やったらもう寸止めなんて。ちょっと開けてる時間なんか絶対ないから。ワンちゃん救助行けたらいいが、まあキャンプしてると思うけどね。お、ここまで心音来てる、どこだ。あ、ちょっと離れてたやなこれ。お、いいぞ、救助行けるかこれ。今回俺全然食らってないねんな。ちょ、この救急箱をあげる。おい、で、これ使ってね。うん、オッケー。あ、持っていくか。お、いいね。あー、使った後や。ナイスナイス。いや、これは、これはいい救急箱渡しでは。そして、今なんか緑の煙。あー、そこに。そこに衛兵置いての。あー、来たー。そういうこと？どうする？ここ行って。うおーでー。こっち行け、逃げろあ、すごいすごい、来てる来てる来てる、衛兵が来てる。あ、すごいすごいすごい騎士二人に追われてるすごいすごいよーし逃げ切ったマジで中世の脱走劇やなこんなシーンなんかファンタジー漫画で見たことあるもんあ、そうですね。オッケーオッケー、出れるね。いやよかった。いやこれまあ結局ダメージ食らわず出れてるけど、これ救急箱を渡して回復できたのは良かったんじゃないかな。うーん、一人ね、ちょっとなんだ、メグか、メグ救助できなかった、申し訳ないが、あー、いやこれは良かったんじゃない。あー、サンキューメイトって言われた。いやそうよね。いや正直あの救急箱渡しからの救助をね、最後2人でやってもらえたら俺も嬉しいもんこれは良かったと思う。ジジありがとうございました。